はい、こんにちは。カメラマンの石山です。今日はですね、富士フイルムのレンズとカメラの話を少しだけ短くお話ししようと思います。で、何かというと、XC1545mm のこのレンズですね。このレンズがですね、フードがないんですね。メーカーから出てません。で、こうやっぱりこのまま使ってると、まあ嫌だなと思うので、とりあえず先にフィルターを買いました。まあ保護用フィルターですけど、でフィルターをつけてたんですけど、やっぱりこうポンとぶつけたりするとね、割れたりするのが嫌で、でまあ保護用にもこうフードないのかなと思って探していたらですね、ありました。使えるものが、まあ、ネットで見て見つけたんですけど、ニコンの HN-1 というこのフィルターねじ込み式なんですけど、これがですねここにつきました。で、ワイド側でもケラレがありませんでした。普通に使えてます。で、もう一つこの XE3 ってこのホットシューのところむき出しなんですけど、これがですね、カバーがないんですね。このカメラやっぱり純正でなくて、でこれもまあいろいろとちょっと合うのを探してたりして、でこれもですね、やはりニコンのこのホットシューカバー、これがですねぴったりと合うことが分かりました。で、一応つけてます。フードもこんな感じですね。ちょっといい感じですよね。でですね、もう一個、この1545についてるレンズキャップ、前玉のレンズキャップ、このフードつけるとサイズが合わなくてつきませんでした。でレンズフードをていうか、まあその1545の 前のねじ込みが 52mm の、これ 52mm の、キャップなんですけど、でフードのこの部分が 52mm だと全然大きくて、それも困ったなと思っていろいろ探してたら、まああのメーカーが入ってないね、この安いフードキャップ 49mm っていうのがね、ぴったりとこうつきました。これで今いつも持ち歩いてますというだけのお話なんですけど、フード探してる方参考になればと思います。以上です。